はい、ってことで俺のターンってことで、今回はパズドラに熱が入ったので、この2つパズドラトレーニングカードを買ってきました。スターターデッキの爆刀の火山竜と破滅の悪魔竜ですね。はい、ってことで、まあそれぞれ別の動画でそれぞれ開封したいと思いますので、よかったら見てください。ってことで今回はこちらを開けていきましょう。ってことで、はい、開けましょう。パズドラのカード中身すべてお見せしますという動画です。おお、かっこいい。すべてお見せします。はい、ってことで、これがまず、これがパズドラのカード載せるやつですね。はい、こんな感じになってます。はい、あ、やばい、やばいか、折れ曲がった。いいか。ってことで、こちらは説明書になりますね。戦い方の説明書ですね。はい、ってことで本腰入れて、よし、カードの方すべてお見せしましょう。おお、ちゃんとした入れ物入ってますね。お、かっこいい。ちょ、待った。よし、オッケー、行きましょう。ってことで、一応パズドラのカードはこれが出るらしいですね。この中身が出るらしいです。っていうか入ってるらしいですね。ってことで、なんかまあ見た感じはレアは1枚しかありませんね。メテオボル系のドラゴン、キラキラでかっこいいですね。すげえかっこいい。コレクションだけでもいいな。パズドラのカードはレッドコドラ、グリーンコドラに、はい、ナーガ、マーメイド、金玉、レッドドラゴン、レッドドラゴン3枚、ボルケーノドラゴン3枚、グリーンドラゴン3枚、アースドラゴン3枚。同じカードが2、3枚入ってるらしいですね。パズルで揃えないといけないので、たくさん使うのでらしいみたいですね。エキドゥネ、エキドゥネ、はい、お、進化系ちょっとかっこいい。エキドゥナちょっとかっこいいですね。セイレン、セイレンもいいですね。セイレン、セイレン進化、おお、かわいいですね。ネプチューンですね。で、ドロップ変化比、マグマブレス、マグマブレス、サファリット、かわいいですね。お、防御の構えか。で、最後がドラゴンプラントみたいですね。ちょっとあれと違うな。ってことで今回は、はい、ってことで今回は爆動の火山竜の開封でした。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録いただけると嬉しいです。では、さよなら。